ください。ゴールキーパーを目指されたきっかけって何ですか？はい、始めたのは小学校4年生の頃だったと思うんですけど、4年生なりのちょっと形になってたのもありますし、じゃあ一人だけ特別なポジションってっていうのもあって、当時の監督に僕やりますって言ったのは今でも覚えてますね。一緒ですか？いや、もう全く違うと思います。やはり現代は11人の中の1人で唯一手が使えるポジションという意味がありますので、じゃあボールを取ることだけをトレーニングしていればいいかといったらそうではないので、現代の方がよりサッカー選手としての要素を大きく踏んだトレーニングになっていると思います。もう小学生の頃はもう本当に何も整理できてなくて、頭よりも体が先に動くような、まあ、中学生もそうですね。ただまあ高校大学と、ゴールキーパーコーチから指導を受けたというのは学生時代はなかったんですけれども、まあ、こう自分なりに前の試合でここはうまくいかなかったとか、指導者ほど整理はできてなかったですけども、自分でこういうのが苦手だなとか、そういうのは考えるようにはなりましたね、高校大学と。はい、もう完全に守る型でしたね。バックパスルールが変更になって、ゴールキーパーにもよりフィールドプレイヤーとしての要素が求められる中で、僕自身はフィールドプレイヤーのテクニック苦手の方だったので、本当にゴールを守る、しっかり守るゴールキーパーというスタイルでしたね。どちらかを目指さなくていいと思うんですよ。何でもできるゴールキーパーが僕はいい。で、その何でもできる範囲とか精度がより広く、精度が高ければより良いゴールキーパーだと思うので、ゴールキーパーは一つしかないポジションなので、チームに3人4人多い時5人いたこともあったので、その中で一つのポジションをってなると、まあ、出てる選手はいいですけども、出てない時に、まあ、僕はプロになってからも指導者の方から教えとしていただいたのが、やはり日が当たってない時にどういう姿勢で何を積み上げられるかによって、自分がスポットライトを浴びた時にそれが支えになるよっていうことはすごく自分の中でも大きなものとして、まあ、選手時代もそうですし、今も公式戦で立つ時間がなかなか取れないゴールキーパーに対しては、今でも指導者として僕から伝えるようにはしてるんですけどもね。日が当たってない時、もちろん誰でも悔しいじゃないですか。それで認めちゃったら、ちょっともうそれ以上の成長を望むのはなかなか難しいんですけど、ギラギラしつつも、じゃあ自分が何をすべきかっていうのを整理して取り組むこと、自分がいざ行くぞってなった時に自分の支えになる、その姿勢をやっぱりチームメイト見てますから、ここでやっぱり あいつあんだけやってたから、出てない時でもあんだけやってたからもう大丈夫だってチームメイトの信頼も含めて、やはりピッチに立てない時間っていうのは僕は有効に使うべき、使えるんじゃないかなと思いますけどね。ですね。まあ続きが浦和に移籍してきてから、一緒にこうライバル争いして8シーズンやりましたかね。一時はこう、試合に出てる方がそのまま日本代表に呼んでもらえるという状況もありましたけども、どういう因果関係か分かんないですけど、1年ごとにこう出たり出なかったりっていうのは繰り返された時期もあったので、当時は僕自身もまあ、プロなので生活かかってますから、もうなんでこいつがっていうのはありましたよ、正直なところね。自分が出てない時はね。ただ彼がいたことでというか、彼とこう競争できたことで、まあ、僕自身のテクニックとかフィジカルとかオンザピッチの部分以外のこと、それこそモチベーションの持っていき方であったり、取り組む姿勢のところであったり、じゃあプロとしてのあるべき姿であったり、そういうことをすごく学ばせてもらったなとは思いますよね。当時はじゃあプライベートで一緒に食事行くことなんて一切なかったですし、じゃあトレーニング後にクラブハウスでじゃあロッカールームの中で着替えながら雑談するかって、そういうのも一切なかったですし、分かりやすく言うと周りが気を使う空気感だったと思います。はい、それが一番分かりやすいかな。ただ本当に先ほど申し上げたように、彼がいたことで当時は本当にね、こういろいろ自分自身も苦い思いはしましたけども、じゃあその時の自分の思い、じゃあ自分がこう あの時こうするべきじゃなかったかなとか、遠回りしてしまったこと、自分が指導者になった時に選手に伝えられるその一つの要素になるのかなと思いますけどね。まあ、もちろんゴールキーパーのテクニックであったり、フィジカルであったりはすごく大事にしてますけど、あとはメンタル面ですね。今はアンダー18の高校生を指導してますけども、レギュラー争いがあったり、
本当にこう同じ学年で拮抗した2人がいるという学年もあったりするので、こう選手が自分だったらどう思うかなっていうことも置き換えながら声掛けとか、あとは盛り上げるところは盛り上げる、ただゴールキーパーとしてゴール前で雑にしちゃダメだよっていうことはしっかり抑えるようにはしてますね。僕は選手に伝えてるのはフィールドプレイヤーの10人、まあもちろんコーチングスタッフ、あとはサーブの選手もそうですけども、ピッチに立ってる10人が俺らの後ろにはあいつがいるから大丈夫だって思ってもらえるような信頼感のあるゴールキーパーになってほしい。それはプレー面でもそうですし人間的にもそう思えるゴールキーパーを目指そうということは選手には伝えてますね。まあ、そこまでこう専門的なメンタル面の知識はないですけども、まあ、自分が現役の時に感じたことであったり、まあ、その選手の個性ですかね、こう自分の気持ちを言葉にするのは得意な選手と、なかなか自己表現が得意ではない選手ともいますから、考えながら声掛けとかはねするようにはしてます。そうですね、非常に難しい選択ですし、僕の当時学生時代は選択肢を持てる選手ではなかったので、高体連から大学にというサッカーのキャリアを積ませてもらったんですけれども、それぞれに、いいところはたくさんあると思うんですね。 J クラブのアカデミーに行けばいいか、必ずしもそうじゃない場合もありますし、交代輪の方がいいんじゃないかとか、もちろんそれは多くの要素が絡んでくると思うんですけども、僕が一つ思うのは第一印象ってそんなに間違ってないのかな、これは全てに当てはまるかどうか分かんないんですけども、僕は結構第一印象って大事にしてて、もちろんそこからいろんな情報を得て、自分の中で精査しなければいけないものではあるんですが、現役を上がって数年経ってこの年になって結構第一印象って間違ってないのかな、そう思うことはありますね。大事なのはどこに行くかじゃなくて、行ったところで自分がどういう取り組みができるかだと思うんですよね。例えばですけど J リーグのアカデミーに行って、じゃあそこで日本一を取った選手必ずしもいい選手になってますかって言ったらそうじゃないと思うんですよ。じゃあ交代連で一回も全国大会出れなくて、じゃあそれで高校サッカーが終わってしまったという選手が、じゃあみんな思いとは違った3年間だったかって言ったらそうじゃないと思うんですよね。だから僕はいろんな進路相談聞かれた時にやっぱり答えるのは、行ったところで何がどういう姿勢で何ができるかが大事なんじゃないっていうことは言ってますけどね。僕自身も本当に交代ゴールキーパーコーチがいない環境で大学まで過ごしたので、プロになって初めてゴールキーパーコーチの指導を受けたので、自分の考え方とか取り組み次第でいろいろ変えられるのかなっていうのは感じますけどね。右サイドバックの選手がクロス練習したいんですって、でも中がいないんですっていう状況で、じゃあ俺が中フォワード役で入っているからクロス上げてこいとか、そういう形で遊びじゃないんですけど、全体練習の後のアフタートレーニングでフォワード役で入ったりしてはいましたけど、なかなか綺麗なシュートは入らなかったですよ。キーパー以外もやった方がいいと思います、はい、ゴールキーパーだけっていうんじゃなくて、本当に何やってもこいつできるよなっていう選手が、じゃあたまたまゴールキーパーをやった、じゃあゴールキーパーのこうテクニックをより深く学んで発揮できるっていうのが僕はすごくいいと思うので、もちろんテクニックだけじゃなくてサッカー理解も含めて深められる、より自分を高められる選手がいい選手だなと思います。ありがとうございます。最後にゴールキーパーを目指す子供たちへメッセージをカメラ目線でお願いします。ゴールキーパー、ちょっと待ってください。非常にハードル高い。しかもカメラの上に吉尾さんいらっしゃるんでね。これからゴールキーパーを目指す選手、もしくは今ゴールキーパーをより高みを目指している選手、ゴールキーパーというポジションは本当に奥が深く楽しいポジションです。苦しい時も苦い思いをする時もありますけれども、やっぱりこう無失点勝利、特に1対0の勝利というものはすごくゴールキーパーにとって何者にも代え難い、達成感を得られると思いますので、よりゴールキーパーのことを深く学んで、より質の高いプレーを発揮できるように日々のトレーニング頑張ってください。でゲームになったらどんどんトライしてください、どんどんチャレンジしてください。それが成長につながると思います。頑張ってください。